皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回は視聴者の方から最近いただいたコメントに対してお答えするという回にしたいと思います。今までこのチャンネルでは、いろんな質問いただいたりしたらコメントに返したりとか動画にして詳しく解説したりとかしていましたけれども、できるだけ今年は動画にしてお答えしていきたいと思います。一人が何か疑問に思っていることというのは、コーヒーを好きな人にとっては結構他の方も気になっていること多いかなと思いますので、視聴者の方皆さんに共有できるような感じでしていきたいと思います。それではやっていきましょう。まず一つ目の質問です。コメントいただいたのは MTKT さんです。昨年からドリップコーヒーを楽しみ始めたものです。こちらのチャンネルの動画を参考にして楽しませていただいております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。雑な疑問で恐縮なのですが、いろいろと調べているうちに焙煎前の生豆を水洗いする方とそうでない方の両方を見かけます。両方の主張の背景は共に納得できることも多い反面、実際のところどうなのかなというのは常々気になっております。よろしければこの点に関してご意見いただけないでしょうか、よろしくお願いいたします、というご質問をいただきました。焙煎前の生豆を洗うとどうなるかというお話ですね。まず大前提として、世の中に出回っているコーヒー豆のおそらく 99% 以上ほとんどが水で洗っていないと思います。ニフコーヒーのコーヒー豆も洗っていません。あと焙煎するだけの状態で水で洗ってから焙煎するというのは本当にごくごく一部という認識をまず持っていただくのがいいと思います。で、生豆の状態というのは衛生的にあまり良くないものなんですけれども、焙煎機で高温でずっと長い時間加熱することによって、人が口に入れても害のないものになります。まず生豆が汚いから水で洗わなきゃいけないというのは、それは該当しないと思います。コーヒー豆は必ず焙煎機を通して焙煎された豆を口にするからですね。なので衛生面という部分では水で洗う必要性は全くない食品です。それは今まで長い歴史の中でたくさんの人がコーヒーを飲んで体に悪影響を及ぼすもの、そうでないもの、または風味の美味しいもの、美味しくないもの、経験的に理解して現在に至るという感じですね。で、その過程で生豆の中に虫が食った豆とかカビが生えている豆とか発育不足だった豆というのは、やはり人に害を及ぼす可能性もありますし、あとは味わい的にも悪いので取り除きましょうねということで選別とかは行われてたりするので、そういうのは意味があると思います。生豆を水で洗った時のメリットでよく言われるのが、味がきれいになるということを言われたりするんですけれども、この辺は正直分かりきってないというのが現状だと思います。というのもやはりサンプルが少なすぎるっていうのと、あとはそれを主張する人が少なすぎるということに尽きると思います。で、我々も試験的に水で洗ったものとそうでないもの等でやり比べたことありますけれども、そんなに差は感じなかったですね。一方で逆に水と触れてしまうので生豆の水分値も変わってしまったりするので、やはり焙煎のしづらさ、最終的には焙煎豆のクオリティに直結するので、水分値というのは我々としては水で洗うのは手間がある一方で、どちらかというと焙煎にはデメリットがあるよ、水で洗う必要性はないよねというので水で洗ってないという判断をしています。正直な話、ここは分かりきってないというのが一番正しいのかなと思います。また水で洗うという工程はやはりそれなりに手間を生みますね。そして乾燥させる、その手間と、その手前に見合うだけのクオリティが上がるのかどうかという部分が一番大事かなと思います。加えて言うと、水分値が上がるということは、それだけ食品というのは傷みやすくなったり腐ったりカビが生えたりするリスクも上がりますので、明確なメリットがあるって確信がない限りは、あまりしなくてもいいのかなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。この度ニフコーヒーでは YouTube の動画の視聴者様限定でお試しセットがお得になるクーポンをご用意しました。こちらをご利用いただくとお試しセットが500円安くなります。しかも毎月500名様限定で行っている送料無料キャンペーン、こちらとも併用することができるので、お試しセットが2300円で購入することができます。さらにお試しセットは購入後ポイントが300ポイントついてきますので、実質2000円となります。
今まで動画を見てて気になっているけどまだ買ったことないなとか、ニフコーヒーのコーヒーってどんなものだろう試してみたいなと思う方は、ぜひこれを機会に我々の作る高品質なコーヒー、また作ったその日のうちに発送するので、すごく新鮮なコーヒー豆を試してみてください。クーポンの対象としては、これから新しく会員登録される方に限定させていただいてますので、すでに会員登録されている方は対象にはなっていないので、それだけ申し訳ございません。詳しくは概要欄に書いてありますので、そちらからチェックしてください。それでは次に2つ目の質問について答えていきたいと思います。正幸帯なたさんからですね。さまざまな豆を複数のロースターさんから少量ずつ購入して、さまざまな味わいを楽しんでいるところです。購入した豆の個性を味わい尽くしてやろうと試行錯誤する中で、疑問点が泉のように湧いて出てきます。そんな状況で、ニフコーヒーチャンネルの基礎講座はとても参考になっております。現在の最大の疑問は、焙煎度ごとの入れ方の違いです。ブリューレシオは焙煎度合いが深くなるほど小さくするということは、パッケージ裏面の記載から理解できます。では油温、引き目、抽出時間、注ぎ方は、今月のマンデリンは油温90度のやや低めで入れていますが、そのあたりのさじ加減が初心者にはハードルが高く感じます。現在までの試行錯誤で導き出された答えは、ローストが浅いほど油温は高めに、引き目は細かめに、抽出時間は短めとはいえ2分程度は必要に、注ぎ方は粉が攪拌されるほど勢いよくといった感じなのですが、できれば今後の基礎講座で触れていただけると助かります。質問のコアなところというと、焙煎度ごとの入れ方の違いを変えるというのがなかなか理解しづらいというところですね。これに関してはニフコーヒーの美味しいコーヒーの基礎講座をもう本当一から直近までのところまで全部見ていただくとある程度理解できるかなとは思うんですけれども、まず大前提として、コーヒーを入れるにあたって正解はなくて、その本人が美味しいと思う抽出液ができれば OK というのをまず基本的に理解していただければと思います。その中で例えば私がおすすめする入れ方はこうですよというのは、私基準で私の価値観でこの豆の良さはこの値にあるから、こういう入れ方をするといいですよねっていう提案ということを捉えていただければと思います。それを理解した上で、美味しいコーヒーの基礎講座を見ていただけるとわかると思うんですけれども、この基礎講座というのは、粗さを変えるとどうなるか、細かくするとどういう味わいになるか、粗くするとどういう味わいになるか、どういうことが起きるのか、コーヒーのお湯の温度を上げるとどうなるか、下げるとどうなるか、こういう一つ一つのコーヒーを入れるときに味が分岐する部分、これを細かく説明している講座ですね。この動画を理解していくと、こういう操作をするとこういう味わいになります、こういう操作をするとこういう味わいになりますっていうのがだんだん分かってくると思うので、ぜひこちらをしっかり見て理解していただくのがいいと思います。その上で、焙煎度合いが浅い時には、私はやはり濃く入れると美味しくないと思っている人間です。どうしても浅入りのコーヒーというのは酸味が強いので、濃く入れると酸っぱすぎます。また抽出時間も長くしてしまうと、きつい嫌な味わいが出てきてしまうので、どちらかというと焙煎の浅いタイプに関してはさらっと入れてあげて、爽やかさを感じつつ、コーヒーの持っている香り、産地の特徴の香りっていうのを感じるのがいいのかなと思っています。一方で焙煎が深くなるにつれて、コクと苦味がしっかり出てきて酸味が弱くなってきますので、こちらは逆にしっかりとしたコーヒーの方が味わいとマッチしていますね。極端な話だと、深入りのコーヒーで薄く入れてしまうと焦げた麦茶みたいなコーヒーになってしまいます。ある程度濃度を出してあげた方が美味しく感じると思います。それを踏まえてご説明すると、使うお湯の量が一定だったとすると、浅入りは使う豆は少なめ、深入りは使う豆を多めにします。粉の引く粗さに関しては基本的に私は変えていません。そのミルの特性上、一番ドリップに適した粗さがあると思っているので、この辺は基礎講座をご覧ください。あとはお湯の温度ですね。お湯の温度は高いと香りが出やすくて、低いと香りが出にくいですけれども、質感がまろやかになる、こういう特徴があります。また抽出効率にも影響があります。ここも基礎講座で解説していますが、分かりやすく捉えていただくと、浅入りは温度が高め、で深入りは温度が低めがいいのかなという感じです。これは実際ご自身でやっていただいて体験していただくのが一番手っ取り早いと思います。
であとは最後に抽出時間ですね。抽出時間も短くなるとどうなる、長いとどうなるっていう話も講座でしていますので、そちらを参考にしてみてください。まあ、これに関しては引いた粉の粗さや使うお湯の温度によっても適切な時間というのは変わってきますので、そこの条件も踏まえた上で決めていただけるといいのかなと思います。で、産地ごとの特徴を生かすにしても、そのコーヒー豆のスペック、まあ産地だったり品種だったりっていうので、あらかたどういう味わいなのかって予想がつかないと、最適な抽出の組み合わせというのも難しいかなと思いますので、この辺は経験ですね。まあいろいろといろんなコーヒーを飲み進めていただいて、どういう産地で採れた、どういう品種のコーヒーは、どういう精製方法の豆はというので、頭の中で自分の中で味わいの地図ができてくると、だんだんと分かってくる領域だと思いますので、ここは経験としか言いようがないのかなと思います。はい、では今回は直近でいただいたご質問2つについてお答えさせていただきました。今後もいろんなご質問いただきましたら、動画で返せるものは返していきたいと思いますので、いろんな質問ありましたらコメント欄へいただければ幸いです。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画は参考になったとか、ニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録や何かコメントや今回の動画への質問やリクエストなどありましたら、コメント欄へいただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。